はい、皆さんこんにちは。今回はですね、訃報になります。ですね、ジュゼッペ・ロートウンの、撮影監督ですよね、撮影監督のジュゼッペ・ロートウンのさんがですね、97歳ということでお亡くなりになったということで、2021年2月7日ですよね。97歳ですので、大往生と言っていいかと思いますけれども、お亡くなりになったということで、こちらについてですね、お話ししていきたいと思います。ということでですね、今回の動画ではですね、ダリオ・アルジェントの作品との関わりとですね、その他の、フィルモグラフィーですよね、かなり著名な作品であったりね、巨匠と組んでいる、すごく、偉大な撮影監督なんですけれども、次々とですね、訃報があって、研究者といいますかね、教育者としてもですね、後年になってこう数々のですね、作品をこうレストアですよね、修復するという形で、尽力された方なんですけれども、なかなかね、寂しいものがありますよね、ということで少しお話しを進めていきたいと思います。ということで、まずダリオ・アルジェントの関係のお話からしていきたいと思いますけども、ダリオ・アルジェントのですね、どの作品を担当したかというと、スタンダールシンドロームですね、1996年の作品ということになります。非常にこうね、賛否両論といいますかね、好き嫌いが分かれるところでありますけど、サイコスリラーということで、アーシー・アルジェント主演のですね、アーシー・アルジェントがトーマス・クレッチマン演じるですね、アルフレードという男性にですね、レイプをされるということですね。それで、その後のですね、展開が、また別のね、展開がありますけども、話についてはね、そんな形の作品でですね、サイコスリラーが流行っていたといいますかね、むしろ例えばセブンであるとかね、その頃の、いわゆるこうね、サイコものが流行っていたのの影響といいますから、影響下にあるような作品であることは間違いないんですけれども、アーシー・アルジェントがね、特にレイプされるというところがですね、彼女のですね、ミートゥームーブメントですかね、そんなようなね、バックグラウンドともすごく重なってきてですね、こうね、見てるうちにですね、その内容を知っていくとですね、切ない感じもするような、ね、作品ですね。本当に、ね、近年、ダリオ・アルジェントの、このくらいですね、1990年代のですね、作品の中で、異色の出来と言っていい作品だと思います。で、そのですね、撮影監督がですね、ジュゼッペ・ロートウンノですよね。でジュゼッペ・ロートウンノというのは1923年の3月19日生まれということで、かなりね、創世期といいますかね、戦前のね、撮影監督なんですけれども、フィルモグラフィーとしてはかなりのものがありますよね。特にですね、一番有名なのがフェデリコ・フェリーニですよね。巨匠といいますかね、もう本当に、イタリアを代表する、映画監督だと思いますけれども、フェデリコ・フェリーニの作品を8本担当しているということで、フェリーニのね、すごく信頼を寄せていた撮影監督ということになります。例えばということなんですけれども、カサノバという作品、1976年の作品は76年の作品ですけど、あとサテリコンですね、1969年になりますけど、こんな作品もあります。あとですね、トビーダミットというね、エドガーランポーの、短編をですね、合わせたね、ものがありますけど、その中のトビーダミットというね、要するにフェデリコ・フェリーニが、演出をやったね、悪魔の首飾りという作品がありますけどね、そこの、イタリアといいますかね、ローマのね、風景をですね、こう見事に、滑車してるというかな、ちょっとね、少し独特のね、雰囲気を出してます。ということで、フェリーニのローマですね、1972年の作品もジュゼッペ・ロートウンノでね、こちらもこうちょっとね、非常にこう短い作品ですけれども、すごく味わいのある作品でしたよね。あとですね、女の都であるとか、オーケストラ、リハーサルとかですね、そんなような作品ですね。いうことでですね、イタリアの何ですか、特にローマの雰囲気であるとかね、そういったところを醸し出すにはね、すごく何ですかね、映像的にもですね、フェリーニと親和性があったんではないかなと思います。はい、あとそれだけではなくて、ルキノ・ビスコンティの作品ではですね、山猫ですね、1963年の作品ですけども、こちらはですね、どちらかというと、ちょっとフェリーニとはちょっと違ったですね、少し華麗な感じのする映像ですけれども、こういったものもね、撮影をしています。あと、国内だけではなくてですね、海外といいますかね、においても活躍されてましてですね、国際的な撮影監督ですね、例えばシドニー・ポラックのサブリナという作品、かなりこう最近の作品ということであればですね、1995年の作品もありますしですね、特に有名なのはボビ・フォッシーのオール・ザット・ジャズですよね、こちらがこうね、かなりこう脚光を浴びてですね、アカデミー賞の撮影に関してはですね、アカデミー賞の撮影賞のノミネーションを受けたということで、候補になったということですよね。で実際ですね、英国のアカデミー賞では撮影賞を受賞しているということで、こちらがちょっと看板としては看板なのかもしれませんね。あと、どういう形でこのジョゼッペ・ロートウンノが、こういう地位を得たかというと、ロッセリーニのね作品、
まあ、ルオモ・デラ・クローチェという、まあ、現代ですけども、まあ、ちょっとあの日本語にね、邦題をつけると、あの十字架の男という形になりますけど、こちらの1943年の作品なんですが、こちらでこうね、あの起用されたということで、まあこれ、分かるように1943年で1923年生まれですか、20歳ですよね。非常にですね、若くして、あの20歳で撮影監督デビューっていうのはね、あの当時としてもなかなかね、あのすごいものがあると思いますけど、この時点でですね、まあ、抜擢されてですね、あの映画デビューを飾って、まあ、それ以来ですね、まあ、数々の仕事を しているということですよね。で、まあ、この、ね、あの現役はですね、大体現役で撮影監督やってるのは、大体スタンダードシンドロームの1996年ぐらいまでということで、まあ、ほぼですね、あのスタンダードシンドロームというのは、ロット・ウンドがですね、撮影監督という形の仕事をやった中ではですね、まあ、かなり最後の方の作品なんですけども、その後ですね、あのここで引退するというわけではなくてですね、まあ、イタリアのローマにありますですね、あのチェントロというね、あの映画学校ですね、国立映画学校ですね、あのチェントロスペリメンターレシネマトグラフィカというのが正式な名前ですけど、まあ、イタリア映画のですね、実験センター、映画実験センターというふうに訳されますけれども、あのそちらでですね、2013年までその、撮影を教えてたということですよね。ということで、まあ、後輩のね、あの指導をね、行っていたところに、まあ、2013年ですからね、まあ、あのものすごい年ですよね。何ですかこれ、23年生まれですからね、もうすごくね、あの引退するのをはるかに超えてね、まあ、ご高齢になってもずっとですね、さ、あの教鞭を取られていたということで、まあ、教育にも尽力されたということですね。あとですね、この、それだけでなくてね、あのチェントロというのはこう修復ですよね、映画の修復なんかでも有名な実績を出しているところなんですけれども、まあ、特にですね、チェントロではこのフェリーニの作品であるとかですね、まあ、自分の撮った作品のスーパーバイズですよね、あの修復する時のスーパーバイズもですね、あのやられていたということで、まあ、やっぱりね、こう映画遺産というのはどうしてもね、あの古くなっていくとこう劣化しますけれども、そういったものをね、あの新しい技術で蘇らせるという仕事もずっとやられていたということで、まあ、非常にね、あのイタリアの映画業界といいますかね、あの映画の、ね、芸術の中ではですね、まあ、すごく、まあ、貢献をされた方ですよね。ダリオ・アルジェントのスタンダードシンドローム、1996年の、あのジュゼッペ・ロトゥンノがダリオ・アルジェントと組んだのはこのね、一作だけなんですけれども、その他、あれですかね、あのまあ、私が好きなのこのひまわりというね、あのビットル・デ・シーカの作品ですけど、あのソフィア・ローレンが出てくるね、映画と、あのバルチェロ・マスレーニが出てくる映画ですけどね、まあそこのね、あの、ひまわりのね、畑のシーンなんていうのもね、すごく良かったと思いますけれども、ダリオ・アルジェントのスタンダードシンドロームの中ではですね、こう非常にこう枯れてると言いますかね、あのむしろあのサスペリアであるとかね、シャドウ などのですね、まあ、ルチアノ・トボリってどちらかというとね、こう派手と言いますかね、そういうところがありますけど、それに対してですね、あのジュゼッペ・ロトゥンノの撮影というのはね、あのどちらかというとこう抑え気味でですね、テンペラ画のような映像っていうんでしょうかね、そんなようなね、あの、まあ、くすんでるというか、こう色調を抑えたようなね、あの、まあ、映像がね、特徴的だなと思って、こうすぐね、私もこのなんかこうすごくね、あのなんかね、スタンダードシンドロームというのはこう飛び抜けてこうアクロバティックなですね、あの撮影というのはあまり行われてないんですけども、その中でもですね、ちょっと渋いんですね、わかる、あのよく見るとすごいことやってるんですけれども、あの一見するとそんなすごくないと言いますかね、あのそんなようなところをね、ずっと撮られてますよね。で、あのダリオ・アルジェントのこうね、あのスタンダードシンドロームの時のね、あの話をよく読んだりするとですね、あの、まあ、ジュゼッペ・ロトゥンノというのはこうね、ずっと何をやってるかというと、撮影の時は常にですね、こうと、まあ、ケーキと言いますかね、照度計だとかですね、こう明かりの強さをね、こう機械で測ってですね、それをこう丹念にですね、やはりこうね、きちっと失敗しないと言いますかね、あのそんなことに丹念にこうやってて、まあだから思いつきとかね、今の撮影だとですね、こう撮り直せばいいという形でこうね、失敗してもまたね、撮り直せるみたいなところありますけど、やはりですね、こうこのぐらいの時代の監督というとね、あのフィルムで撮るというのがね、メインでしたので、やはりね、失敗はできないということでですね、やっぱりこう最新のところですよね、こうやっぱりこれぐらいのね、あの年季の入った段階でもですね、きちっとこうね、あの計測をしてですね、あの撮影を続けていたというのがね、ちょっと印象的だったなということなんですよね。はい、ということでですね、あのジュゼッペ・ロトゥンノ、こう日本ではですね、そんなに訃報がね、大きく扱われていないかと思いますけれども、ヨーロッパ、特にあのイタリアではですね、あのいろいろなメディアでこの訃報が出ていますのでね、まあ、ちょっとあのご紹介させていただきました。またですね、まあ、あのジュゼッペ・ロトゥンノに関してはですね、あのいろいろなね、あの逸話であるとかですね、まあ、フィルゴメグロフィーを眺めますとですね、まあ、これだけじゃなくてですね、もう本当に古今東西といいますかね、こうイタリアの中の名作品がたくさん手掛けてますしですね、まあ、彼の映像というのもどっちかというと、なんですかね、このジュゼッペ・ロトゥンノの撮影というのはこう目立つというよりもですね、こう手堅いといいますかね、なんかこう
一言で言うとこうすごい、どこがすごいのかわからないところが逆に言うとすごいっていうんでしょうかね、まあ、そんなところがあるんですよね。で、それであれってこそですね、この例えばフェデリコ・フリーニがですね、こう8本も全フィルムグラフィーの中でですね、まあ、ジュゼッペ・ロトゥンドにね、と一緒にやったということもあるかと思うんですけれども、やはりこうすごいんですけども、やはりこうなんかこう軽いと言いますかね、こうなんかすごいだろうっていうのを見せつけなくてですね、こう難しいことをですね、いとも簡単にねやってしまうかのようなこうね名人芸と言いますかね、まあ、そんなところがすごいんではないかなと思いますね。はい、ということですね、まあ、今回ジュゼッペ・ロトゥンの97歳ということで、2月7日にですねお亡くなりになったということで、まあ、今回彼のですねフィルモグラフィーを眺めてみるということをやってみました。はい、今回は以上になります。